フォートナイトシーズン変わってさ、もうめっちゃ神ゲーになってるわ。もう本当に楽しい、このゲーム。てかさ、思ったんだけどさ、なんか暗くね？はい、どうも皆さん、こんにちは、シャーマンです。ということでね、今回なんですけど、冒頭でね、見てもらった通り、まあシーズン3になったのはいいんですけど、なんかね、このシーズン、夜がね、めちゃめちゃ暗いんですよ。まあ夜も含めて、まあ普通に昼間とか朝方の、フォートナイトの時間も、まあ普通よりは暗いんですよね。まあ暗地外もね、まあたまに見えなくなったりしてね、うわ、何これみたいな感じで、暗すぎみたいなことがね、例えばクリエイティブ入ったら一番わかるんじゃないかなって思うんですけど、その暗すぎるっていう問題をね、解決する方法っていうのが、今回ね、あったので、それをね、皆さんに紹介していこうかなと思います。こういう系の動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、ぜひお願いします。ということでね、早速やっていきましょう。夜じゃないと、そのね、違いが発揮されないっていうことなんで、まあ、今回は、とりあえず、夜に設定ができる、あのね、時間帯を設定できるね、クリエイティブで、今回ね、やっていこうかなと思います。公開のアンチが来てるのだと、一番わかるんですけど、暗いマップ代表のね、このマップに来ました。はい。で、このね、マップね、結構暗いんですよ。あ、でもどうだろうな。初めてできた時よりは、まあ結構改善されたかもしれないんですけど、このマップね結構暗い代表なんですけど、今ね自分の視覚はまあ何もいじってないやつで、何もこれはいじってないんですけど、まあ結構ね有名な視覚でみんながやってるものがあって、まあそれがね2型の2色ってやつの、強度がね8の、視覚がね結構、人気なんですよ。はいはいはい。で結構その視覚が人気でやる人がね、多かったり、まあ、海外のプロの人とかもね、まあ、こういう視覚をやってたりするんですけど、まあ、この視覚だと、わかるかな？じゃあ、この視覚と普通の視覚の違いをね、じゃあちょっとまず、いきます。この状態ね、これが、視覚変えてる状態。で、これが、視覚を変えてない状態。わかりますかね？ちょっと明るくなったんですよ。そう、ちょっと明るくなって、こんな感じで、今回のね、シーズン、まあ先に言っちゃうと、色覚を変えてると、夜がマジで見づらいんですよ。まあ、夜でアンチが来てる時の、色覚のね、違いっていうのを多分今比較動画でね、流してると思うんですけど、だいぶ違くないですか？もうなんか、普通のこのね、色覚変えた状態の、夜のアンチが来てるバージョンだと、マジでアンチ外が見えない。何も見えない。本当に。で、視覚をね、普通に戻す。もう何もない状態に戻すと、まあ普通にね、見えるようになるっていう。まあそういう感じなんですよ。昼の状態で、視覚変えてるのと、視覚変えてない比較動画もね、今から多分流れると思うんですけど、まあこの動画だとね、まあ、どっちもどっちかなって感じなんですよ。そう。で、このね、どっちもどっちっていう状態じゃないですか。まあ昼の場合は、まあそんなに変わらないと。まあこれは好き嫌い出るかなっていう感じなんですけど、こういう風に考えた時に、まあ普通の昼の状態で、まあどっちの色覚もあんまり変わらない。で、夜になった時に、しかもアンチが来てる時、普通の方が見やすいってなったら、やっぱね、今回のシーズンは、普通の方を常に使う方が強いと思うんですよね。まあ朝方か昼ぐらいの、まあ状態だと、色覚変えても変えなくても、まあそんな大差はないと。まあ今回のシーズンはもう全体的に暗いんで、まあ正直自分的には色覚を変えない方が見やすいのかなって思うんですけど、まあここはね、あの個人の意見なんで、見やすい人と見にくい人がいると思うんですけど、これを、そうね、朝と昼がね、大して変わんないんだったら、この夜を考えた時に、やっぱね、夜が有利なのは、普通の何も色覚を変えてない状態なんですよね。そう。普通の何も変えてない状態が、まあ一番ね、強いんですよ。さすがにね、試合中に、なんか昼間は色覚変えて、なんかその夜になって見にくくなったら、色覚を戻すみたいな、色覚を、やめるみたいな、まあそういう感じのね、まあことは、まあできる人もいるかもしれないけど、まあさすがに大変なんですよ。だから、最初から他の人よりも夜を有利に立ち回りたい。まあ、夜の、なんか、アンチ外の敵とかを、まあ、結構ね、AR とかで溶かしたいとか、まあ、そういう感じで、まあ、最初にアドバンテージを取った方法としては、やっぱり、最初からね、もう、変えとくことなんですよね、色覚を。そう、だから、
今回のシーズンはですね、色覚を、まあ、変えない方が強いんですよ。そう。こんぐらいか、暗さ的にはこんぐらい。で、これがね、今、普通、まあ、建築で囲いますか。建築で囲って、はい、これが普通の色覚。で、これを、結構人気なね、色覚に変えると、ほら、わかりますかね？めっちゃ暗くない？そう、こんぐらい暗いと、普通にね、こうやってやってるときに、もうほら、このね、そう、出た瞬間、この建築出た瞬間に、もう相手がね、緑色のスキンとかだったら、ほぼ見えない。全然見えないんですよ。で、これをね、こっから、普通の色覚に戻しますよ。はい。ほら、めっちゃ見えるでしょ。この違い。普通にこうやって上がってきたときに、ほら、もう全然見える。まあ、もうちょっとね、見やすくしたいっていう人のために、もうちょっと、手を加えたね、設定があるんで、それもね、紹介していくんですけど、まあ、これがね、今の普通の失格の状態ですね。で、これが今夜で、まあ、こんぐらいで、そして、こうね、明るさっていうのを、125まで上げます。はい。で、125まで上げると、こんな感じ。まあ、ちょっとね、これね、上げれば上げるほど、曇っていくんですけど、まあ、こんな感じでね、普通よりは見やすくなります。これが最大。はい、こんな感じ。こんな感じで変わります。で、ちょっとね、バトルラボ行ってみるか。バトルラボだったらわかるかな。はい、でね、夜はね、こんな感じですね。これはね、今、色覚変えてる状態です。はい。で、これで、この状態でね、色覚を戻すと、まあ、どうなるのかっていうのをちょっと見てほしいんですけど、待ってくださいね。このピンを解けたい。OK。で、この状態で色覚を戻すと、この状態ね、から戻すと、はい、こんな感じ。わかります？全然違くない？ほら、あそこのさ、こっから、こう。あ、で、今ね、ちょっと月出てきちゃってね、まあ、だいぶ明るくなっちゃってるけど、さらにね、見やすくする方法っていうのを、やるとね、これだね。はい、こんな感じ。こんな感じで、もうめっちゃ見やすい。ほらほらほら。こんな感じでね、めっちゃ見やすいんですよ。でも、やっぱ色覚を変えると、ちょっとね、なんかね、暗いんですよね。ほら。わかるかな？この感じが。安定してる設定は、まあ、これかな。明るさ 125% の、色覚何も変えてない状態。この状態がね、一番自分的にはベストな設定だと思います。はい、でね、もう一つ、やり方があって、で、このやり方はね、ちょっと PC の方限定になるんですけど、まずですね、まあ、Windows、まあ、一回フォートナイト閉じてですね、このね、Windows なんもないとこで、右クリックして、NVIDIA コントロールパネル開きます。NVIDIA コントロールパネル開きます。で、開いたら、デスクトップカラーの設定の調整っていうのをして、一応ね、下のやつに、チェックを入れます。多分最初は上になってるんですけど、下にチェックを入れます。で、そしたら、このね、明るさっていうのを 55% にして、コントラストっていうのも 55%。で、そしたら、下のね、バイブランスってやつ、このデジタルバイブランスってやつを、60% にします。はい。で、こうすると、だいぶね、見やすくなります。この設定を適用して。めっちゃ見やすい！超見やすい！なんだこれ？え？めっちゃ見やすくない？なんかわかりますかね？この違い。これだよ。これでしょ？この設定だよ。あ、こんな感じ。ちょ、これね、ちょっと待って。日が変わるから難しいな。これが、この感じが、この感じ、ちょっと覚えておいてください。この感じが、わかりますかね？だいぶ色変わってるのわかります？ほら。で、普通にね、これのめっちゃいいとことして、まあ、普通にね、こうやって明るさを変えるじゃないですか。で、そうするとね、まあ大体ね、なんか曇っちゃうんですよね。そう、曇っちゃうけど、この設定だと、全然曇らないんですよ。わかるかな？ほら、全然曇らない。くっきりとしてる。まあ、でもこの状態の設定で色覚を変えるとどうなんだろう。ああ、全然見えるね。あ、全然明るい。あ、なんかめっちゃ明るくない？こんな明るかったっけ、フォートナイトって。この状態で。
多分ね、これ普通のやつだとやっぱ日が変わっちゃう、なんか明るさがね、こっちの方がなんかめっちゃ明るくない？超明るい、すごい。なんか逆にこれ明るすぎてなんか怖いな。